葵は、大日本帝国海軍の駆逐艦で、もみ形駆逐艦の十番艦である。1940年4月1日、小海底に類別変更。第32号小海底に解消。1941年12月22日、米木島上陸作戦で、節岸を強行して格差し放棄された。1920年4月1日、神戸川崎造船所で寄港。 同年11月9日午前7時浸水。同年12月20日春行。1937年、日中戦争において、河北沿岸の作戦に参加した。1940年4月1日、小海底に類別変更。第32号小海底に解消。1941年11月20日に、南洋部隊に編入され。 太平洋戦争初戦のウェイク島攻略作戦に参加した。11月20日、クレハツ。サイパンを経て12月2日にルオットに到着。同日、ルオット初、タロアで陸戦隊を収容し、ルオットに戻った。12月8日、ウェイク島攻略部隊とウェイク島攻略援護隊は、ルオットから出撃した。12月10日にウェイク島に到着。 しかし波浪型各艦の同様のため特設寿命艦、金剛丸、金達丸は、大発を下ろせず、駆逐艦2隻も失い攻略部隊などは、ルオットに引き返した。第32号小海艇と、第33号小海艇は、大発を下ろすことに成功し陸戦隊も移動したが、非対命令が出たたため陸戦隊は取り残されることになった。この陸戦隊は、駆逐艦、 ムツキに収容された。ウェイク島攻略は兵力が増強され再び行われた。その際、攻略部隊では最悪小海底を格座させてでも揚陸を行うことに決め、了承を得た。攻略部隊などは12月21日にルウッドから出撃。12月22日にウェイク島に到着した。第32号小海底は大発を下ろすことに成功したが、 第33号小海艇は、大発を下ろせず、格座上陸が決定された。第32号小海艇は12月23日0時30分に、第33号小海艇も、その20分後くらいに格座し、陸戦隊を上陸させた。放棄された直後に、第32号小海艇は、海兵隊の対空砲火により砲撃され破壊された。 1942年1月10日に除籍。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく第32号召改定に関するカテゴリー。ありがとうございます。